ちは、ゆうたろうです。今日はですね、マンチェスターピカデリー駅に今来てるんですけど、このイギリス男一人旅を締めくくる最後の街にこれから移動するところです。で、その最後の街っていうのが、10年前に3週間ぐらいね、ホームステイして語学学校に通ったシェルトナムというコッツウォルズ地方の場所にこれから電車に3時間ぐらい乗って移動していきたいと思います。なので今日はその模様をお届けいたします。移動だけだね。チケットもさっき無事買えて、今3時ぐらいかな。で、3時半出発だから、でもプラットフォームも出てるからホームに向かっていこうと思います。それではレッツゴー。バーミンガムニューストリート着いた。乗り換え頑張ります。すっごい、バーミンガムの駅、空港みたい。こんなとこなんだ。危ない、間に合わないとこだった。来た来た来た、これだ。これに乗って一駅。乗れるかな。はい、一応タクシーで宿の前まで来たけど、本当にこれかな。 Google マップではここになってるんだけど、こんな殺風景のとこかな。もうちょっと見てみよう。ちゃんと、はい、ということでチェルトナムの宿に到着しました。
ちょっとね、外から想像つかないぐらいちゃんといいお家だね。このなんか若干暗い感じも、あの昔ホームステイしたところにね、似てるんだよね。ちょっとテンション上がって、本当に住んでる感覚になれるところにやっと来たな。マンチェスターのところはアパートだったけど、綺麗すぎた感じがしたから。いいじゃん。無駄に広いんだよね。ここだけじゃなくて、これ今半分ぐらいで、向こう側にキッチンとバスルームとあって。ちょっと紹介しますね。チェックインがなんかこういう携帯のやつでできるようになってて、で下の玄関口のところのドアからここの部屋に上がってくるまで全部これで行けたのね。この携帯のでピッてスマホで鍵が開くみたいな。でその最初のチェックインが終わったら、あとはこれこの鍵を使ってくださいってことなのかな。面白いよね、鍵みたいなやつついてるけど、これただのラバーのキーホルダーだからね。で本当の鍵は多分こっちなんだよ。でこれでこうピーってするとこの宿のほとんどのとこが開くんだよね、あの共用スペースので。受付みたいなのはないんだけど、違うところにいるらしくて、で電話とかメールアドレス、あと Wi-Fi のパスワード書いてあるね。そう、ステイレッツチェルドランっていうやつで、ウェルカムトゥースパコート書いてあるけど、いろいろなんか情報はここに書いてあるんで、後でちゃんと読んどこうかな。でこっちがキッチン、ここはあ、グラスあるね。あ、お皿も鍋もあるからなんかできるね。ちょっと小さいけど洗濯機があるだけいい。わざわざコインランドリーに行かなくていいから。え、やば、オーブンついてる。七面鳥でも買ってくる？いいね。ゴミ箱も大きいし、電子レンジもトースターもポットもある。そしてバスルーム、あそこにね、ベッドのところにタオル2泊分置いてあったから。で普通のシャワールームでトイレで、ここは何のスペースかちょっとよくわからないけど、なんかスペースがあってっていう感じですね。てなわけでこのお家で2泊することとなりました。で今の時間が6時32分。ちょっと外行こうか。それではレッツゴー。 No one, no one, no one ever knows.今外に出てきたんだけど、待って、もう懐かしすぎて本当に泣きそうなんだけど。ここ今インリングアっていう語学学校に、まあ、3週間だけ通ってたんだけど、懐かしい。この通り夜中だけど分かるわ、道が。やっぱりさ、ガラケーで Google マップなんてそんなものはなかった時代に歩いてるから。来た、インリングあった。これはやばい。ここの建物と、あとまあクラスに分かれてて、反対側の方もね、校舎っていうかなってるんだけど、わ、懐かしい。ちょっと真っ暗だから明日のお昼もう一回来ようか。うーわ、これはやばいわ、この通りは。
本当に実に10年ぶりにここに来てるわけだからね。すごいね。うわぁ、この感動が伝わる人少ないんだけどさ、うわぁ懐かしい。まあ、そんなにね、このチェルトダムの周り観光スポットがめちゃくちゃあるわけじゃないから、明日のお昼もここインリングアの周りちょっと来ようと思うんだけど、学校が終わってこの通りをね、このハイストリートって言うんだけど、この通りをね遊び場としてたんだよね。あの時はなかった電動スクーターとか置いてあるけどさ、まあ冬の時期じゃなかったからイルミネーションとかもなかったんだけど、あるね今はイルミネーション。10年間変わってなければ多分ね、バーガーキングとかマックとかがあるはずなんだけどあえてね、調べずに歩いてるんだよね、あの時の感覚を。で、泊まってたお家はここからまっすぐ行ったところにあったんだけど、結構ね、街灯が全然なくて夜帰る時はすごい怖かったイメージがあるから、この時間はやめとこうかなと思って、明日明るくなってもし行けそうだったら泊まってたお家の前とか通ってみようかなと思うけど、マジこの通り懐かしすぎる。午前中に授業があって午後は遊びみたいな感じで、まあ午後観光かな、みんなでバスでどっか行ったりとかするんだけど、その間のお昼休みの時間帯は自由だから、こういうところでねご飯食べたりとか、あとまあ放課後っていうか学校全部終わって観光も終わった後も自由だったから、みんなでねここら辺で遊びほうけてたんだけど、高校1年生の時、バーガーキングなくなっちゃったかもね、さすがに。ケンタッキーはあるけど、いや懐かしい。あ、バーガーキングあった。こんなこっちだっけ、こんなこっちじゃなかったと思うけど、バーガーキングあった、思い出のバーガーキング。まあ英語力的にと未成年だからこういうところにしか行けなかったっていうだけなんだと思ったけどね、結構行った覚えがあるわ。ちょっと今ホストファミリーに連れてってもらった映画館があって、その周りがね割と夜までお店とかやってた記憶があるから、そこに向かって歩いてます。確かここら辺のね結構栄えてるところがあったんだよ、同じ通りなんですけど、そこにパブみたいなそういうお店も入ってたりするから、そこで今日は夜ご飯食べてアパートに戻ろうかなと思います。うわ、ここのマックも連れてってもらった。味聞かれてさ、デリシャスって言ったらめっちゃ笑われたんだよね。なんかマックごときにデリシャスなんていう単語は使わねえよってその時教えてもらったんだけど、なんかもっともっとそういうレストランとかさ、高級なとこ行った時に使う言葉だよみたいな教えてもらった記憶があるわ。別にデリシャスだけどね、マック。来た来た来た、そうだそうだ。うわ、ちょっと綺麗すぎてわかんないわ、クリスマスの夏に来たからこういうのはなかったんだよね。こんなに綺麗だって。すごい綺麗じゃん。あ、ここもおしゃれだね。クリームス。
綺麗で、土日はホストファミリーと過ごす日っていうのが決まってて、でここにある映画館でアメージングスパイダーマンを見たんだよね。でちょうどねホストファミリーとここでご飯食べてる時に添乗員の人とあと学校の先生と会ったりとかしたんだけど、いやおしゃれなお店がいっぱいできてるけど変わっちゃったな。やっぱり10年間も生き残るお店の方が珍しいか。結構ねお家でも食べてたけど、こういうところに外食も連れてってもらったんだよね。その3週間っていう短い間ではあったんだけど、結構当たりのファミリーというか、こうやって10年後に戻ってきたいと思えるぐらいにはいい思いをさせてもらったんだよね。どこ入るか決めた。こちらステーキって書いてあるから、ソンオブステーク。こちらに今日の夜ご飯を決めました。それでは入っていきましょう。やばいよね、20オンスってさ 500g ぐらいじゃないっけ。ねえそうだよね、オンスってさやばいよね。ビール飲んじゃおうかな。Thank you.だって今回の旅で一番うまいかも。やばい、マジでうまい。
はい、ということでちょっとね、ビール飲んで酔っ払ってるんですけど、もうこのまま気持ちよく今日は寝て、明日一日チェルトナムで過ごして、で次の日日本に帰ると、そういう感じでございます。はあ、早かったね。あっという間の10日間でした。まあ今夜中のチェルトナムもさっき歩いてきて、もうすでにね懐かしすぎて感動してるんだけど、明日昼間のチェルトナムの姿をカメラに収めて、でそれもねお届けしますので、それを楽しみにしててください。じゃあシャワー浴びて今日は寝ます。それではまた次の動画で、バイバイ。